今日は新玉ねぎのポタージュを作ります。僕が2番目に大好きなスープです。用意する材料は新玉ねぎ2個、有塩バター 20g、 牛乳 400cc、 水 120cc、 塩適量です。で、新玉ねぎは繊維を断ち切るように1センチ幅ぐらいで切っていきます。難しい？お母さんやる？玉ねぎは硬いのでお母さんが切ってあげてください。で、玉ねぎは繊維を断ち切るように1センチ幅で切ります。鍋にバターを入れて中火にします。はい、なった。で、バターをちょっと溶かしてください。もう半分ぐらい溶けたら玉ねぎ入れます。鍋に玉ねぎを入れます。玉ねぎは繊維を断ち切るように切ることによって甘みが出やすくなってきます。なので必ず繊維を断ち切るように切ってください、うん、まだ辛いの分かる？匂いがまだ辛い。あ、本当辛い匂いが、うん、なんか目が痛い、ね、これがどんどん柔らかくなってきて甘くなります、うん、甘くなってくるからちょっと全体的にしんなりするまでもうちょっと炒め合わせます。で、玉ねぎはほぐすような感じで、あ、芯取ってないの。だいぶしんなりしてきました。はい、玉ねぎがしんなりしましたら塩を入れていきます。で、この塩を入れることによって玉ねぎの甘みがぐっと持ち上がってきます。塩は、2つまみになります。で、1つまみは3本の指で取ったようです。なので1つまみこれぐらいです。はい、混ぜてください。はいはい、そうしたら一回混じったらお水を加えます。はい、このままね、蒸し煮にしていきます。で、お水を加えることによって玉ねぎの臭みが抜けていきます。飛んでいきます。はい、それで蓋を閉めていきます。蓋を閉めて5分から8分ぐらい玉ねぎがくったりしていくまで煮ていきます。火は弱火です。はい、5分経ちました。おお、いい香り。はい、じゃあクタクタになりました。なってる、うん、じゃあちょっと確認。クタクタですね。クタクタ。でも硬いのもあります。そこ芯取らなかったからね。じゃあこれでいいんですかね。うん、でも柔らかいね。うん、ちょっと動かして。あ、大丈夫です。はい、新玉ねぎをミキサーの中に入れます。気をつけてください。汁も一緒に入れてください。汁ごと中に入れたらミキサーにかけます。最初からこう、うん、はい、いいよ。牛乳を好みに入れます。好みの量を入れます。とりあえず半分で様子見る。はい、じゃあ火にかけてください。中火。
じゃあちょっと温まったら味を見て塩で整えます。で味見します。で味を見て塩が足りないようであればここで塩を適量入れてください。うん、OK、 はい、出来上がりです。